はい、こんにちは。今日も一緒にこの本を勉強していきましょう。今日はこの本の6課を勉強してみたいと思います。今日一齊学呢个嘅第六课。第六课呢学乜嘢呢？学唇语嘅 verb 动词。はい、例えば食べます、食啊；飲みます、飲；見ます、睇；聞きます、听；買います、買；影响影响撮ります、します、做做功課做乜嘢、あとは会います、見面。咁样嘅 verb 咧一齐学啦。はい、じゃあ1番、私は本を読みます。我读书。私は本、名詞。お、verb。私は本を読みます。其他都系一样啦。我食寿司。私は寿司を食べます。我飲啤酒。私はビールを飲みます。中間是我的我，我是不是这个我，这个我。2番，私は駅で新聞を買います。我在车站那里买报纸。頭先個第一嘅 grammar 咧，嗰啲地方喺邊度做呢啲 action 嘅話，嗰啲地方後面 3番，一緒に神戸行きませんか？最後尾嗰度，verb 乜ませんか？意思係 invite 人。一齊去啦，一齊睇啦，一齊食飯啦，咁樣。一緒に神戸行きませんか？一緒に寿司を食べませんか？一緒に日本へ行きませんか？4番、ちょっと休みましょう。という名言とね、ましょう。はい、let's 形容詞。ちょっと休みましょう。はい、let's take a rest。そう、行きましょう。はい、let's go。宿題しましょう。Let's do homework。じゃあ食べましょう。飲みましょう。一緒に日本語勉強しましょう。どうもよ。はい。じゃあ、ちょんちょんよんとディディグラマーら。はい。そしてここからおまけ。JLPT がハウスで。係有呢數年嚟聽嗰陣時咧，有 question 點樣 answer， 要揀一二三四裏邊咧，要揀一個 answer 嘅。所以咧，今次開始咧，問你一個：どこで昼ご飯を食べましたか？どこで昼ご飯を食べましたか？你諗下點樣答案？